なたの腕時計が耳の後ろでカチカチ震えていました。抱きしめてくれたあの腕の強さを思うと今でも胸がドキドキします。私たちがこうしてここにいることを偶然と呼ぶのでしょうか。私たちがこうして見つめ合っていることを運命と呼ぶのでしょうか。空の果て、今にも消えてしまいそうなほど細い月が心の中に飛び込んできたとき、私はすべてを理解したのです。そう、すべてを理解したのです。長い長い人生の中で、こんなに早くたった一人の人に出会ってしまったこと、あなた以上に愛せる人などどこにもいないことだけど、君と会えてよかったと、そんな風に真面目な顔をしないで、お別れの言葉を言われてるようで、なんだか悲しくなります。私はまだまだ泣き虫で弱虫でちっぽけです。でも私らしく頑張っていること、あなただけはちゃんと分かっていてくれる、そんな気がします。辛くても悲しくてももうしょうがないの。たった一人の人に出会ってしまったから、あなた以上に愛せる人などどこにもいないから。空の果て、今にも消えてしまいそうなほど細い月が心の中に飛び込んできたとき、すべてを理解したのです。